はい、皆さんこんにちは、ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということでね、こういうふうに情報発信をしていると、昨今の状況において免疫力を上げたいんですけれども、どういった栄養素を取ればいいですかとか、ビタミンがいいんですか、グルタミンがいいんですか、ホスファチジルセリンがいいんですかとか、いろんなことを聞かれるんですね。その中で今日は僕が最も今注目している免疫力を上げる栄養素一つっていうのを皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っております。その栄養素何かっていうと PEA というものです。多分 PEA って言われてパッと、あの栄養素ねっていう風に思いついた方は相当な栄養学マニアの方だという風に思いますので、むしろこの動画見る必要ないんじゃないかなという風に思うんですけれども、ぜひ今僕が最も注目している PEA についてご理解していただきたいなというところで、今日は4つのフローで進めていきたいと思います。1つ目、そもそもこの PEA っていう栄養素がどういったものなのかというところ。2つ目、具体的にどんな働き作用があるのかと。その中でも複数ある働きの中でも今日特にお伝えしたい免疫力向上においてどんな働きをするのか、そしてじゃあ具体的に摂取をするってなった時の注意点ですね、どれぐらいの量を取ったらいいのかとか、そういったところについても詳しく解説ができればなというふうに思います。興味がある方はぜひお付き合いください。はい、ということで今日はですね、冒頭にもお伝えした通り、免疫力を向上させる栄養素として PEA、 パルミトイルエタノールアミドという栄養素についてね、お話をしていきたいと思うんですけれども、まあこの栄養素を YouTube で取り上げる人というのはおそらく僕ぐらいなんじゃないでしょうかと思うぐらいね、地味な存在だとは思うんですよ。多分ね、サッカーのチームでいうとスターティングメンバー、フォワードとかね、ミッドフィルダーとかトップ下にいるような栄養素っていうのが、グルタミンだったりとかね、免疫力系で言ったらビタミン系だったり、ミネラルとか、さっきも言ったホスファチジルセリンとか、こういったところだと思うんですね。そこに比べたら機械のゴールキーパーぐらいのレベルじゃないですか。でもね、この栄養素めちゃくちゃ重要なんですよ。そして今日いくつかの論文もね、交えながらお伝えをしていくんですけれども、かなり臨床試験の数というのも重ねられていて、信用できる栄養素なのかなというふうにも思いますので、その辺というのを皆さんにお伝えできればなというところです。じゃ早速この PEA 一体何なのかというところからお伝えをしていきます。先ほどもお話しした通り、この PEA というのはパルミトイルエタノールアミドの略になるんですね。で、 P っていうとエンドウ豆とか、あともしくはおしっことか連想される方がいらっしゃるかと思いますけれども、そういったものではなくてね、この略称 PEA ということで今回は進めていきたいんですけども、結論言ってしまうと、抗炎症作用とか鎮痛作用、そして免疫細胞を活性する、保護する役割、こういったものを持っている脂肪酸エタノールアミドで、体の中で必要だと思えば体の中で体内合成をされますし、必要ないというふうに判断をされれば勝手に分解されて外に流れていくっていう非常に便利な栄養素になってます。食品でいうと紅花とかオリーブオイルとか卵のね、卵黄なんかからも取れる栄養素で、もう結構研究の歴史は長くてですね、60年とか70年前ぐらいから研究がなされているっていう風な記録があるんですね。意外とでも皆さんには知られてないものなので、今日あえて僕が深掘りしていきたいなというところであります。じゃあ早速この PEA どういった役割体の中で果たすのかというところで、先ほどのやや重複にもなりますけれども、一つが抗炎症作用、そして鎮痛作用、最後に免疫細胞の保護と活性ですね。これがね、一番皆さんに伝えておきたいんですけれども、この栄養素っていうのは体の中で不必要になったら勝手に分解していきますので、ほとんど過剰摂取のリスク、副作用のリスクっていうのはないんですよね。現状これに関わる数々の論文っていうのが600記事ほどあるのかなというふうに思いますけれども、その中で副作用があったよっていうような記載っていうのはおそらく一つもないんですよ。それだけ安全性が高くて、そして効果も兼ね備えてるんじゃないのっていう風に思っている栄養素になっております。今3つのね、作用あるよっていう風にお話ししたんですが、今日は特に3つ目、皆さんが気になっているであろう今のご時世で取る免疫力向上のための栄養素として妥当なのかっていうところを話していきたいと思うんですけれども、この PEA が一番長けてる機能だという風に僕が感じているのが細胞の保護機能なんですね。かなり昔からこの PEA にまつわる研究っていうのがあるんですけれども、1970年代の研究から遡って見てみると、細胞膜の脂肪性基質、脂肪酸の仲間ですから脂肪性基質に対しても効果を発揮するというのはもちろんのこと、ミトコンドリアの外膜、内膜であったり、幹細胞の細胞膜に対しても働きがあると。何回も重複になっちゃうんですけれども、一言で言うならばミトコンドリアとか細胞を外敵から保護するというふうに思っていただければと思います。じゃあ特に免疫細胞に対してこの PEA がどういった作用を果たすのかというところなんですけれども、 PPAR っていう受容体を経由して免疫細胞に働きをもたらすんですね。で、免疫細胞といっても
皆さんどういったものがあるかパッと出てきますかね。まあ、おおよそね、白血球9種類ぐらいプラス2種類ぐらいで11種類ぐらいの免疫細胞が主要免疫細胞っていう風に言われているわけなんですけれども、特定の免疫力向上っていうところで謳われているような物質ってこの11個の中のいくつか活性するっていうことはあっても、全てを網羅して活性するっていうことは意外と少ないと思うんですよ。っていうかほとんどないんじゃないかなと思っていて、ただこの PEA に関しては細胞全体の保護をするので、この免疫細胞11種類全てに対して活性と保護という役割があって、非常にオールラウンドな活躍をしてくれるわけですね。免疫細胞というとちょっと難しく聞こえると思いますので、一つ振り返ってみてね、簡単に役割を追っていきたいと思うんですけれども、免疫細胞というと大きく2つぐらいに分かれるのかなと思っていて、1つ目がリンパ球系幹細胞ですね。で、2つ目が骨髄系幹細胞になります。じゃあどういったものがあるのかというところで、炎症とか寄生虫から体を守る好酸球、あとは好塩球だったりとか、カビ細菌から守ってくれる殺菌してくれるような好中球、マクロファーズ、樹状細胞、NKT 細胞、NK 細胞、T 細胞、B 細胞までが白血球で、残りに血小板があったりとか赤血球があったりして、合計11種類が一般的には免疫細胞というふうに言われているわけですね。じゃあ体内にね、病原体だったりとかウイルスが入ってきた時にどうやってそのウイルスを死滅させるのかっていう流れなんですけれども、まず体内でパトロールの役割を果たす T 細胞というものがあって、悪い細菌とかウイルスを見つけると通報するわけですね。そうすると B 細胞っていうのがバーって寄ってきて、敵に対してパカッと吸着をします。で、NK 細胞にこいつを攻撃しろっていう指示を出すわけですね。そうすると NK 細胞が近寄ってきて、この細菌に対して攻撃を仕掛けます。で、ボコボコにして細胞の死骸だったりとか細菌の死骸塊の状態になったところをマクロファージが食べていって分解をしていくというね、非常に便利なシステムなんですね。今皆さんにお伝えした非常に重要なシステムを担う T 細胞、B 細胞、NK 細胞、マクロファージに関しては、筋トレをハードにして pH バランスがやや酸性に傾く、もしくはコルチゾールの分泌によって働きが抑制されるんですよね。なのでよくね、皆さんトレーニングをすると免疫力上がるんじゃないかっていう風にね考えられている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、それは長期的な話であって、トレーニングをした後特に3時間っていうのは免疫力が逆に下がるんですね。で、3時間をピークにして徐々に上がっていって、長期的には元いたラインよりも高い免疫力をキープするという流れになっていきます。で、皆さんが気になっている部分っていうのは、トレーニング終わって免疫力が一時的に下がる部分だと思うんですよね。で、この時に免疫力を下げてしまうと、今の状態でね、ジムへの往復だったりとか外に外出するってなった時にウイルスをもらってきちゃうんじゃないかとか、感染するリスクがあるんじゃないの、自分の中で免疫力をこう高めていけないんじゃないのっていうところに対して不安があると思うんですけども、このタイミングにピンポイントで PEA を摂取することによって免疫力を下げることを防いでくれるという非常にポジティブな効果があるんじゃないかというふうに個人的には思っています。これはですね、過去の論文なんかを見てみても角度の高い検証がなされていて、スロバキアで行われた研究で444人を対象として PEA を飲ませたグループ、それとプラセボ群、要は作用する薬だよと言って何もない白い粉を飲ませたグループですね、これらを比較したところ、1日あたり 600mg かける3回を投与して、喉の痛みとか鼻水とか鼻詰まりとか咳とか呼吸器問題とか、いわゆる免疫系疾患の疑いがあるというような症状を全て観測していたところ、 PEA を取ったグループっていうのはプラセボ群よりも 45% 発症率が低かったっていうデータが出てるんですね。これ凄まじいデータじゃないですか。しかも対象が444人ということで、そこまで少ない数字でもないですね。で、これに似た実験で逆に今度は若い人対象にしたデータっていうのがあります。18歳から20歳までの方899人に対して9週間同じようにプラセボと PEA グループ分けて投与して、どういう変化があったのかっていうところですね。PEA の摂取量に関しては最初の3週とそれ以降で量が微妙に変わってるので、この辺はねちょっと難しいところであるんですけども、この研究によると約6週間で見た時にプラセボ群に比べて PEA グループというのはリスクが 40% 低かったと、8週間で見ても 32% リスクが減ったということで、これはですねデータとして非常に信憑性の高いものなんじゃないかなというふうに思います。ちなみに今日参照した論文データというのはこの動画の概要欄にいつも通りつけておこうと思いますので、ぜひ興味がある方ね、そちらからチェックしてください。レンタルするとねお金がかかる論文ですけれども、興味がある方見ていただけたら幸いです。ただ改めて皆さんにお伝えしておくと、コロナウイルスだったりとか SARS のウイルスですね、こういったところと TA の接種にどういう相関があるかっていう研究は現在なされていないので、これを取ったからといってねコロナウイルス絶対かかんないとか
SARS に絶対かかんないとか他のウイルス系の感染症にかからないっていうことは、まあ、絶対に言えないんですよ。だけれども理論的に考えて免疫細胞を活性するっていう能力で言うと、いろんな作用を持っている各栄養素で比較しても、この PEA というのは非常に高い能力を持っている栄養素なんじゃないかなっていうふうに思っております。もし皆さんがねこの栄養素摂取するってなった時に、中にはね卵黄で摂取をする方、オリーブオイルなんかで取ろうという方もいらっしゃると思いますし、サプリメントでもかなり多くの種類販売されておりますので、そういった部分から補おうっていう方もいらっしゃるかもしれません。で、摂取量に関してなんですけれども、1日あたり1回 600mg かける2回ぐらいっていうのが適量なのかなというふうに思います。もうちょっと少なくてもいいですけどね、だいたい 300mg から1回 600mg っていうところのレンジで取っていただくのがベターかなと思います。これは過去の検証だったりとか研究を見てもこれぐらいの摂取量で結果が出ているというところから数字を取ってきています。メーカーとしてはいろいろあるんですけれども、レイクアベニューニュートリションとか青いパッケージのやつですね、あれは1つが 600mg で90粒入っているので非常に摂取がしやすいかなというところで、確かね2000円ぐらいだったと思うので、サプリメントとしては安くもないですし高くもないので、皆さんの中でどこまでこの免疫力を高めるっていうことが優先順位の高いところなのかっていうところを加味していただいて、トレーニング後特に免疫力落ちやすいよとか、今減量中だからあまり体調崩したくない、そういった方は取ってみても面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。ということで今日はですね、あまり目立たないというか控えのゴールキーパーみたいな存在ではあると思いますけれども、めちゃくちゃ免疫細胞を守ったりだとか活性させるっていうところだとポテンシャルの高い PEA という栄養素を紹介させていただきました。ぜひね、まあ、多分こういう動画再生されないと思うんですけれども個人的にねどんどん推していきたい栄養素っていうのは動画で解説をさせていただきますので、こういうもの解説してくれみたいなのがあったらぜひどんどんコメント欄にいただけると嬉しいです。こういう動画が面白いと思ったり参考になったらぜひチャンネル登録お願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。